まあ現状実際ちょっとまだ良くないなというか、まあ、このまま行くとじゃあお客さん集まるのかなと。ですね、現状売れてる枚数をちょっとお伝えください。全部で225枚、目標は大体700とかですか。巻いてるよなって。だって昔のその無所属のチェコの方が絶対もっとなんか YouTube とかもこうしたりしてみたいな話できたし、そこの作戦会議をみんなでしましょう。まあ、この前そのチケットがやばいって話をしたじゃん、うん、でなんかはるか的にはまだその動き出してからその詰めてなかった部分がいっぱいあったから動いていくやり方にね、うん、だからそれをなんかもう少し詰めていってやっぱ YouTube たくさん上げるべきだと思うし、うん、みんながチェコに対してやってることは絶対埋めたいっていう思いで動いてるから、あとはどう進めていくかとか、うん、なんかそういう細かいところをちょっと今日話し合いで決めてもうすぐに動き出せるようにしてやった方がいいね、うんうん、なんかはるか的に思ったのは、うん、とりあえず YouTube を動かしてもっと密着とかでも全然ね、今編集子供の方もしてくれてるし自分も踊ってみた動いてるから、うん、波乱万丈 YouTube 上げてきたよね、うん、なんかまず私たちをもっとしてもらいたいから、うん、コラボとか増やしたいよね、うん、確かにそれこそさ TikTok、うん、とかでなんかそのさ目隠しダンスとかもさ、うん、TikTok でバズって YouTube 来てくれて、で次上げたそのランダムダンスが急上昇乗ったりしてたから、うん、か TikTokお母さん、うん、TikTok めっちゃでダンスを踊ってる人たちとコラボするのはありだなって、うん、なんかあの TikTok で私がよく見る TikToker さんが、うん、そのイソメンクラブさんって分かる、うんうん、あの仮面の色とりどりの方たちとか、うん、めちゃくちゃコラボもしていて、うん、いいなってすごい思って、うん、めっちゃコラボするよね、うん、あとはK-POP ダンスとか、うん、ググのやつとかで参考にしてるネイロさん、いやダンスぶっちゃうまい2人ね、あの2人組そしたらもう TikTok はすぐに動き出した方がいいから、うん、ツエビとそうコラボの人たちにコラボ申請してみるっていうところで、うん、じゃあ DM するね、うん、それとは別にちょっともう少し踊ってみた、うん、を増やしたくて、うん、なんか昔やった曲をもう一回やるのもありだなと思って、確かに そう。それは何個か候補があって、うん、で今踊ってないやつとかも、うん、なんか昔本当踊りたかったけど踊れなかったやつとかあるから、うん、それをちょっと選定してスタジオ、うん、決めて、うん、いいね、確かになんか昔見てくれてた方々を戻すっていう意味でも、うん、いいかもしれないし、やっぱ今なんかさ昔のものを今やるっていうのも流行ってるじゃない、ね、そうだね、今月さ頑張ったら何本ぐらいあげられるかな、全然頑張る、うん、無理する息を超えれば、うん、なんか本当は4本ぐらいあげたいなと思って、絶対いけるそれは、でもファントムシータさんのやつあげてるから、うん、日程確認してやるか、うん、あとさ踊ってみたとか、うん、コラボとかの裏側とか上げてた方がいいなと思う、個人的になんかショットガンのプラクティス動画とか、うんうん、確かになんかそれこそさめっちゃ久しぶりにさ目隠しダンスとかいいね、確かにやったらショットガンショットガンで目隠しってことそうだよ、ね、いいね、なんか自分たちの曲では多分目隠しやったことないから、うん、確かにないね、そうオリジナル曲で初だね、うん、ホルカンの目のやつえ嘘でしょ、どっか行っちゃったかも、うちありますよ、子供のあの変な目のやつでしょ、うん、そう、うちあれ2個持ってるから、変な目のやつと あとそのパーパフル、うん、じゃあパーパー貸してやだよなんでよ、今決まってるのは TikTok のコラボと踊ってみたと密着あげる、うん、あとさYouTube の方でもさ、なんかコラボ、うん、そうだね、 TikTok だけじゃなくて
YouTube のコラボって誰として？欲を言えば、あめっちゃしたい、マモめっちゃしたい。前回とかコメントとかいっぱい反応もらってたから、ね、あとは、あなんかまた新しいチェゴ動画になりそうだよ、うん、確かに。あとマホとかさ、やっぱ歌得意だからさ、うん、歌のコラボとか確かにしたい。じゃあそこはマホしたいですと動いてもらっていい？うん、マホはあのね、忙しい、今忙しいからできるか分かんないけど、うん、おお、もうなんか TikTok でめっちゃ歌出してるからいいなと思ってるけど、うん、確かに確かに、日程次第って感じだけど、うん、めっちゃ歌うまいよね。てかなんかこれ思ったんだけど、ショットガンをめっちゃ広めたいから、うん、なんかショットガンの面白い TikTok とかも撮りたい。あ確かに、わかる。自分たちの曲ね、うん、知ってもらいたいもんね。じゃあそれちょっと動き出すか。そうだね、う、今月中にはさ、ちょっと TikTok たくさん上げられるようにしたいよ、うん、てかさ、毎日投稿80万人早く行きたい。そうだね、まあ、79点、うん、なんだ、59点だよね。あとなんか個人の TikTok、うん、もっと稼働したいよね。知って毎日投稿、うん、かな、まずは、うん、でもさ、毎日投稿ってさ、当たり前っちゃ当たり前じゃん。 TikToker さんとかみんな毎日投稿してるじゃん、ね、もっと ZEP に対して本気なんだよっていう姿勢を見せるためにも毎日3本投稿とか。あー、3本なんかさ、日本投稿とかしてる人とかもよくいるから、うん、だったらその上ってなると、まあ、あと今の私たちのそのスケジュールとかを加味すると3本が最高でいけるし、ギリギリラインだし、最低ラインなんじゃないかなって。全然いいと思うよ。え、3本やばくない？3本いけるよ。めっちゃやりたくなさそう。怖い。あんたやりなさいって。いけるかなっていう不安が。大丈夫だって。ダンスの動画とか覚えて撮って投稿だもん。でもさ、マホとか歌の動画とかいっぱいあげたいんじゃない？そう、あげたいんだけど、マホ歌が家だと大きい声で歌えなくて。うん、だからカラオケかスタジオに入るかしたいんだけど。なるほど。ちょっとね、まあ、確かに歌あげたいから。うん、できるよ。だってそれで真帆の歌ね聴いてね、真帆の歌見に行きたいと思ってくれた人がさ、1日でも3人いたらさ、うん、それがさ1ヶ月で続けたら90枚も売れる。でも11月、うん、路上めちゃくちゃいっぱいやろうと思ってるから。おお、うん、いいね、いいね。なんかその動画とかもね。そうだね、密着したらいいね、うん、あとなんかさ、千葉でも路上やりたいな。やろ、ダンスパフォーマンス、うん、絶対やった方がいい。なんかチラシ配れたら、そこでチラシに QR、うん、ZEP のチケットの QR 載せて、うん、なんかそれこそ路上やるんだったら、よくやってるのはなんか1日10枚売り切れるまで帰りまってみたいなのを YouTube でライブ配信してる人とかもいるから、 YouTube 絡めて、企画絡めてやった方が。確かに帰れまで企画いい、うんうん、で、あとさ、うん、結構無料ライブのあの時にヘトヘト、うん、最後の方とかもちょっと自分はね、ヘトヘトな部分も見え隠れするようなパフォーマンスをしてしまったから、体力をつけるっていう意味でも、うん、なんか筋トレなんか指導してもらってしっかりと、そう、しごかれましたみたいな。家でやるとかじゃなくて、うん、ガチで やってみるんです。先生にやってもらう。そうそうそう、それは面白そう。なんか YouTube の企画とかでもめっちゃ面白いし、それがちゃんと絶品につながるっていうのね、うん、あとそのオーディション勝った子たちとのリハとかも多分密着してもらえるようにするから、うん、なんかオーディションの子たちにもちょっとフォーカス当てて、うん、そこのリハのところ時に多分ドラマ生まれると思うから、うん、ってなると TikTok のコラボを、うんうん、踊ってみた。 YouTube 進める。ショットガン、ダンスプラクティス、目隠し、うん、TikTok 毎日3本投稿、うん、路上ル、筋トレいいやん。とりあえずマジ最短で動くように、うん、であと別で、うん、本は衣装。そうだね、ZEP のね、うん、
YouTube のコラボも進めて、うん、そのやりたいって言った人に連絡をおのおのでしてみて、そうだね、でもとにかく早く動く、うん、おのおのですぐ動いて、ちょっと10月にたくさん動画あげたいから、うん、その踊ってみた4本とあと密着、うん、もたくさん編集してあげてもらって、うん、でその中でもその ZEP のね衣装だったり背取りだったり振りだったりもやりつつ、YouTube と踊ってる ZEP に向けて同じ進行でいけるように、うん、してみましょうか。はい、はい、タイヤ用する、あ、いいね ZEP 埋めるぞ